こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は8月の21日の木曜日です。久々のビデオレターであります。国会は今、閉まっているわけでありますけれども、私はこの間にですね、東海道53次、これも終わりましたというのを前回お知らせしましたけれども、それが終わってからですね、今度は中山道一度歩いてみようということになりまして、実は中山道をずっと日本橋から歩いていきまして、先日は中山道の一番の難所と言われている薄井峠、ここをですね、越えて行ってきたわけなんです。で、東海道の一番の難所は箱根の山でありますけれども、ここもですね、旧街道ですから、山中道を行きますので大変厳しい、急峻な道で大変だったんですけれども、それと比べましてもこの薄井峠はもうその何倍も本当に大変なところでしたね。で、私自身、本当にその薄い峠はですね、ちょっと舐めてかかっていたなと。箱根を、越えたので、それよりもしんどいことは確かだけれども、なんとかなるだろうというのでやったんですけれども、本当にもうフラフラになりましてですね、そして何よりも薄い峠と箱根の違いはですね、箱根は、その近所ですね、旧街道の横を新しい道が走ってます。ですから、もし旧道がしんどければですね、すぐ国道の方に出ることができるという、安心感があるわけですよね。そして歩いている方も結構おられます、まだ。ところがこの中山道だけはね、本当に誰も歩いていません。特に薄い峠などはですね、全くこの峠の間誰一人会わないんですよね。で、会わないどころか、この道が本当に合ってるのかということすらわからない。なんでわからないかというと、実は私この歩くときにですね、iPad を持って歩いてまして、この通信回線を通じてですね、インターネットで、いわゆるこの中山道の地図を GPS で確認しながら歩いてきたわけなんですね。で、ところがこの薄い峠にありますと肝心の電波が入りませんので GPS が使えないんですね。その結果ですね、自分がいる場所すらわからない。で、道案内が、あまりしてありませんから、この道でいいんだろうかと思いながらもですね、進む以外ないんですけれども、特にここの問題点はその18号線というですね、今の国道と、この私の歩いてきたその旧中山道、本当の山の中の道とはですね、もう随分距離がある、この尾根をいくつも、越えたところに、越えた高い一番高いところをですね、旧街道はつながってるんですよね。ですからこれかなりですね、不安になるわけですね。で、誰にも会わないし、そこから本当の国道まで行くのにはですね、この谷を越え山を越えて行くわけにはいきませんから、結局はこの一度入ったらまっすぐ進むしかない。しかしそのまっすぐ進む道もですね、途中で大きな木が何本も倒れていていたりですね、川が雨が降った後で沢になったみたいな道になってますので非常に歩きにくいと。そしてびっくりしたのは大きな猿の親子がですね、何匹もこの群れをなして目の前をやってきたんですけれども、これはちょっとびっくりしましたね。幸い熊にはいませんでしたけれども、そういうことを含めですね、大変な難所で、私が思いましたのはここをですね、本当に大名がですね、五街道の一つで、特に中山道は東海道と同じように京都、江戸を結ぶ道ですからね、そういう参勤交代にも使われているわけですけれども、ここを本当にそういうのが通れたんだろうかと、こんな状況でというぐらい、大変廃れた状態になっていました。そして今回も、とりあえずですね、軽井沢を越えて佐久平まで歩いてまいりましたけど、まだあと和田峠という大きな難所も残ってますけれども、なんとか国会の合間を縫ってですね、京都までこれも行きたいと思ってるんですけれども、この歩くことによってやっぱりいろんなものが見えてくるんですね。それは、本当に昔の人が歩いた道を歩いていくと昔のことが忍ばれてくると。そしてそれぞれの街道筋でですね、昔の面影を残しているところもあります。しかし、それがですね、何のも姿形もなくなっている。特に薄い峠なんかもその典型ですね。かつて茶屋もいくつもあったらしいですけど、全くありませんから、本当にもうすさんだ風景なんですけれども、そういうところが実はたくさん東海で歩いてきてもあったわけですね。これからおそらく中山道もそういうことだろうと思うんですね。そうすると我々が、
次世代に残していきたい、次の世代に残していきたい日本って一体何なんだろうかと。で今まで、ずっとですね、何百年、何千年とですね、先人が大事にしてきたものを、まあそれがですね、どんどんなくなって廃びれて、そしてですね、まあ、都市部だけにですね、人が住むと。そしてかつてのそれぞれの地域には人がいなくなると。もちろんまあ、それは時代が変わってきましたから、山の中ではなくて都会に住んで便利な生活をしていただくことはもちろんいいことなんです。しかしそれも程度問ですからね。どんどん都市部に人口が集中してきてしまうと、やっぱりそれぞれの自分たちのふるさとというのはやっぱりそこに人がいなくなってしまう。しかもいなくなるだけではなくてですね、都市部に集まってきた人は今度はこの生活が大変で子供を産んだり育ったりする、またその親子で一緒にそこに住んだりできるという空間が実はないわけですよね。で仕事だけやりに来てるだけで、結局そこでは人間というものがですね、次の世代を作って育てることはできない、そういう空間になってしまってるわけですよね。でこれはやっぱりかなりおかしいわけで、ふるさとが寂れて都市部がどんどん栄えているんだけれども、都市部そのものがですね、実はふるさとを寂れさせる元になっているわけですよね。でそういうことが、だんだんこの歩くことによって見えてきたわけであります。これはいつになったら、京都まで歩けるか分かりませんけれども、これからもですね、時間の合間を見つけて歩いて、日本のさまざまな問題、まさに、水戸黄門のですね、全国漫遊記じゃありませんけれども、まあ、そんな気分でですね、それぞれの地域を見て歩いて確かめていきたいと思っています。またビデオレターもですね、これからもう少し頻繁に更新できるように頑張りたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。